つまり体も鋼のように硬い。打撃斬撃は俺には効かん。こういう窮地を俺は待ってた。そろそろもう一段階強くなりてえと思ってたところさ。思い出話はアルバムにでもしまっときな。過去にどれほどの剣士と戦ってきたのか知らねえが、そりゃどうもタコ入道。鋼鉄を切る勇姿は見せられそうにね。俺が鋼鉄を切るときはお前がくたばるときだからな。スパーガザミドレられて、あれほどの落石を避けたのか。それが鋼鉄をも切る力。